こんにちは、ビーとブノのブノです。今日はクリスマスケーキを作っていきたいと思います。まずはスポンジに桃の缶詰のシロップを染み込ませたいと思います。それでは染み込ませます。まずは場所を作ってよし、こうですね。ではシロップを垂らします。このシロップを垂らした方がしっとりするので毎回やってます。下の土台ともう一個の方もやりますね。よし、こんなもんでしょうか。それでは飾り付けたいと思います。桃の缶詰をスライスしたものを乗せていきます。こんなもんですね。次は生クリームをのせていきます。こんなものでしょうかね。では周りの紙も取って、先ほどの半分も乗せます。ではこれであとは飾り付けですね。では生クリームを乗っけてと伸ばします。横もしっかりつけますね。クリームを脇に塗るのが結構難しいです。量が足りないのか何なのかは分かんないですけどね。もうちょっとでしょう。
それでは、いちごを盛り付けます。今日は奮発していちごをたくさん買ったので、いっぱい並べたいと思います。完成です。いちごのショートケーキ完成しました。それでは食べてみたいと思います。コーヒーも添えて一緒に食べてみます。いただきます。まずはスポンジから食べますね。ほんのりと甘い生クリームがとても美味しいです。ではいちごもいただきます。もちろんクリームをたっぷりつけて、甘酸っぱいいちごの味がします。私はこれが大好きです。ボリューミーなイチゴを買ってよかったです。コーヒーもいただきます。コーヒーと甘いのって合いますよね。それでは今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。毎日いろいろと投稿してます。ぜひチャンネル登録もお願いします。